今回の動画では、徳島でツーリングするとき、ちょっと立ち寄ってほしい休憩場所、足湯スポットを紹介していきたいと思います。とりあえず西に向かって、板野に向かって走ってます。徳島にツーリングに来られた方、ちょっと休憩がてら、この寒くなる時期ですね、足湯いいんじゃないかと思います。で、先日マリンピアの多目的スペース使って8の字の練習を初めてやってきたんですけど、あの動画をですね、自分でも8の字やってる姿何度も見て改めて感じたことなんですが、いや、さすが全然動いてないんですね。教習者だったらスラロームしたり、8の字バンクさせた時にフロントサス沈み、リアサスも沈みしながら車体がバンクしていくんですけど、どうもこのリアサスが硬いんですかね。プリロードはもう最弱にして、でしかも減衰とかもね、すべて最弱も試しては見たんですが、いろいろね、硬さも試してみたんですが、ちょっと動かないというか、こう沈んでってくれないですね。ですんで今後、このオーリンズサスペンションのバネレートをちょっと変更してみようかなと思ってます。柔らかいものにね変えて、もし乗り味が変わってもうちょっとこう乗りやすく、結構ね公道走っててもゴンゴン突き上げる感じがどうしてもねあるんですよね。以前 ZRX1100 に乗ってた時、ノーマルサスペンションからオーリンズのサスペンションに変更した時、その柔らかさというか、そのしなやかさ、乗った時、行動乗った時にもうバイクが全然変わった感触っていうのがあったんですよね。オーリンズのサスペンションに変えるとこうバンクさせるのが楽になって、あと揺れも少なくなって、ゴンゴン突き上げる感じがなくですね、リアが綺麗に動いてる感触っていうのが明らかあったんですけど、この GSX リアサスノーマルからオーリンズに変えては見たものの、どうも硬い感触がどうしても抜けないんですよね。もともとサーキット走るようなバイクだから、もともとのバネレートが硬いということなのかちょっとわからないんですが、試しに何段階か柔らかいバネレートに変更してみたらと思って、この11月から12月にかけての目標ですかね、バネレートを柔らかくしてみると、でまた8の字ねやってみたりして、乗り味の変化っていうのを試していきたいと思っています。はい、着きました。道の駅板野です。かっこいいバイカーさんがいますね。気持ちよかったですね。アセビ温泉、安らぎの湯、足湯でした。1人20分まで浸かれるということだったので、
たっぷり20分使ってきました。非常に綺麗でしたね。ただ今日は平日で誰もねお客さんいなかったんですけど、これが土曜とか日曜日になるとどうなのかな。人いっぱいだったらちょっと入りづらい感じはしましたね。じゃあ次の場所に向かいたいと思います。こちらは、本当に駅のすぐそばの休憩所の中にある足湯スポットということで、バイク止める場所がですね、まあないというか駐輪場に止めるという形だったんで、まあ、気軽に立ち寄りはするんですが、ツーリングがてらとなるとちょっと止める場所に困るかもしれないですね。ただ非常にね、気持ちよく入らせてもらいました。いや案外人が多かったですね。どんどんねご高齢の方々が足湯に浸かりにやってきましたね。で屋根付きっていうのがありがたいですね。まあ雨の日でも入ることができるんかな。板野の方は屋根がついてないので、まあ雨の日はちょっと無理でしょうね。ただ開放感、板野のね湯の方素晴らしかったですね。あとバイク止めるところ、車止めるところ考えると、板野道の駅ツーリングがてらの足湯おすすめですね。まあ、今回のツーリングは近場になりましたが、足湯スポット紹介ということで、また何かの参考にしてみてください。まあ、ツーリングされる方、風邪などひかないように安全運転で走ってください。今回は以上です。